はい、撮りました。了解。アフターサロンです。はい、今日は水野先生ゲストでしたけども、あれですね、ちょっと水野先生のお話の中でね、壮大な文化破壊っていう言葉、刺激的なキーワード、せっかくあったのに、そこをこうピックアップするのを忘れてたなっていう感じがして。ああ、でも、あれどうですか？あれは自問自答してしまったところがあるんで。ええ。いやいや、あそこはね、ちょっと取り上げないといけなかったかなという感じがするんですけども、どうですか、そこは松田先生、どうお考えなんですか？チャット GPT が文化破壊だという文化破壊か意見に対して。その文化破壊がって何が問題かって、その GPT がついた嘘を人々が信じちゃって、その信じた嘘が人々の間で広まってて、真実のごとく広まってっちゃうのがまずいっていう、そういう意味なんですか？メインはそういうお話でしたけども、もうちょっと広くおっしゃってるんじゃないですかね。だから結論言うの忘れましたけど、サム・アルトマンがさっきも言いましたが、その、最終的にはその一強じゃなくて、その複数のその背景とか、ありましたね、並存するのがいいって言ってて、僕は非常に賛成なので。そうですね、オープン AI の造反組が会社作って、パープレクシティポツ AI っていう会社作って、そこが、ま、なんかやろうとしてるので、その時にそれをサム・アルトマンが聞かれて、いやいや、もうあっちとこっちに2つ AGI ができちゃったらできちゃったで、それいいことなんじゃないのって言ってるっていうことですね。だから一強、一つの権力が強くなりすぎるのはかえってよくないっていう。いや、そう、うん、それでその根拠としては、僕は人間っていうのはその自分で選んだという、ふうに思えることが大事なので、自己決定権というのは、今の文明社会の背後にあるもので、みんなやっぱりその、いろんな倫理の考え方というのは、実はあらゆることに当てはまるよっていう。そっか、だから、なんか AI を本当に神格化して、AI 様が言ったんだから正しいに決まってると、だから自分で内知や使ってちょっとぐらい考えても無駄だと、AI の言うこと聞いてれば全部うまくいくんだってなっちゃうと、本当になんか人類が衰えちゃいますよね。そう。うん、私はね、この言葉聞いて一番、解釈したのは、AI が絵画も音楽も文学も作っていくとなると、人間のこの創作能力が落ちて、いずれ人間がそういう芸術を作らなくなってしまうというような危惧なのかなと解釈したんですけども、その後の話、そこまではおっしゃってなかったような感じがしますけども、そういうわけじゃないんですか？それはそのどうしてそれが起こるかっていうと、その人間がその生きる生きがいを感じなくなるというかつまり自分人間ってやっぱり自分、例えばそのチェルノブイリでですね、原発事故があって、で汚染地域が1990年代にどこがどのぐらい汚染してるっていうのははっきり初めて分かったわけですよ。1986年からまあ4年間ぐらい放置されてたわけですね。それでそのどこが汚染されてるの分かったとすると、そこの人はあっち移住しろとか、またこっち移住しろとかって、あっち行けこっち行けってやられたんですよ。それによって生きる意欲を失った人とかですね、ウォッカ飲みすぎてとか、人間ってそうなるんですよ。つまり自分が住む場所を自分で決められるっていう基本的人権の一つが、それ居住権ってあるんですが、そういうことが分かっているにもかかわらず、それをちゃんと保障しないような社会ってのはダメなわけですよ。つまり自分でいろいろ決められるっていうのは人間にとっていかに大事かということを、そのいろいろ倫理が教えてくれてて、それはそのあらゆる分野にその人間の自己決定権の自覚っていうのが大事だし、実際にそれができるような社会システムにしないとダメだっていうことで、それが奪われると、つまり機械が作ってしまうと、その人間が入る余地がなくなって、それで堕落するというか、何してもその自分のこれ発揮する余地がないっていうふうに思うような仕組みがダメだということを言いたいんですよ。なるほど、ちょっと違う感じでしたね。芸術破壊するみたいなところに関してはあんまり関係ないのかな。破壊したとしても、その人間は人間でその存在価値を感じられる社会だったらいいと思うんですよ。だけど存在価値って何でしょうね。人間は機械にできないと思うから、他の人にできないと思うのが価値なのかな。別に自分でやってるということが価値だと思えば、いや、それでね、例えばインフォ AI アルファ5が出てきた時の、アルファ50になって、アルファ0に
その間ぐらいですね、2017年、つまり2016年3月の1年半後ぐらいに、ね、リー・セドルは引退するんですよ。そう、だけど日本人棋士はそのままこのそこでから学ぼうとするっていう、この道を極める方向に行くわけですね。そこをものすごい対照的にやって。なるほど。だから伊勢ドルですね。一旦はその、何か、失望して、絶望して辞めちゃったみたいな感じなんですよね。うんうん、そうなんです。そういう方向性の懸念っていうのは。うん、だから仮にその、なんちゅうんですかね、その、AI 絵画の方が仮に売れたとしても、その極めるという方向に行く人はやっぱり絶対いると思いますね。だけど、だいぶとか全然生活できなくなると困るな。いやいや、生活は別にいいんじゃないですか。AI が必要なものを供給してくれれば、労働する必要はないと。まあ、あのベーシックインパクトみたいな話もありますよね。もっと楽しみのために絵を描いたり、人間が絵を描いたり、人間が作曲したりみたいなことは、もう趣味の世界で続く分にはいいような気もしますけどね。そう。だからその AI が何でもやってしまうことそのものを否定したいんじゃなくて、その人間の主体性をどうやったら維持できるかっていうことをもっと考える必要があるということを言いたいですね。まあ、あのこの話ね、まだまだ根本的な話ですよね、基本ね、信頼、すごくね。また折りに。なんか人間の側から放棄しちゃうことが かなりあり得ると思ってて、つまり、例えば AI があなたはこの人と一緒になると絶対幸せになりますよと、統計的に何パーセントの確率で 80% で幸せになりますよって言われたときに、それはあくまでもアドバイスだから、拒否して、いやいや、自分の彼女から自分で探すよってやることもできるけど、AI に それ言われちゃうと、なんか自分の方がもうホイホイ従っちゃいそうな気がするんですね。その時は、まあだから AI に言われたけど、最後は俺が選択したんだよって自分に言い訳をしつつ言うことを聞くみたいな、そういう主体性の失い方っていうのはすごいありそうな気がしますね。なんておっしゃってましたっけ、インフォームドコンセントっておっしゃってましたっけ。ああ、面白いですね。医療ですかね。あの AI のインフォームドコンセントみたいなやつですね。それは自分としてはグッドアイディアだと思ってる。人間の主体性というものを残してくれる、ね、問題提起ですよね。私今回のねサム・アルトマン氏で、まあ、私にとって 目から鱗って思ったのは松田先生がおっしゃってたんですけど、つまり AGI っていうのは何かって言ったら一緒に働く人だって言ってましたね、でサム・アルトマンもミディアン・ピープルって言ってましたよね、平均的な能力があればいいんだって。あ、なるほどと。で一方で AI って何でも分かる、何でも答えてくれるっていうようなイメージも持ってる人って、うん、でそれはサム・アルトマンはスーパーインテリジェンスだって言ってると思うんですよ。だからそこを区別するっていうことも、うん、あ、なるほど、議論としては大事だなと思って。あの万能じゃないんですよ、メタ万能でいい、うん、どんなことが来ても学べるよっていう、学べる用意だけできてれば AGI なんですね。うん、だから、ね、野球を教えて込まれたら野球を覚えるし、ピアノを教わったらピアノを覚えるしっていう。そうで、ビジネスの面から言うと、あのいわゆる巨大言語モデルのメジャーなやつはもういくつかであって、うん、もうそこに入り込むってことは多分普通のスタートアップはなくて、うん、その上にそのミドルレイヤーを作って、まあ、医療だとか教育だとか特化していくって話だったじゃないですか。ということはいろんな AI ができるっていうことだから、そうなった時にその多様性ができたら水野先生のおっしゃってた問題もちょっと方向が変わってくるかなと思ったんですよね。万能のものじゃなくて、つまりいろんな AI がいるから人間もいろんな答えが出てくるから、それ一つに従うってことはなくなってくるんじゃないかなっていう。そう。だからその例えば我々の身の回りでね、山ってあれ自然じゃないんですよ。自然にほっといたら山はむちゃくちゃになるんで、あんな綺麗な山っていうのはやっぱり人間の手が入ってるわけですね。田んぼだってあれ自然じゃなくて一生懸命手入れしてああいうふうに田んぼになって。言いたかったのはその AI がいくら周りにもういっぱい AI だらけになったとしても、その人間はその中でそのやっぱり生きていくと僕は思うんですけどね。あの今日その水野先生からお伺いした、あの私の役ってのはまあ対立役でしたけど、でも共感する部分も非常にあって、それは何かというとやっぱり AI 研究対人間研究なんですね。で、AI 研究だけ進展させようと思ったら、イリア・サツケバみたいな大天才がいて、であの情報処理のアルゴリズムを考えついて、であとは巨大なデータ、巨大なパラメータ数、巨大な計算量でやれば、まあ、どんどん進化していっちゃって、どんどん賢くなるよねって言ったら、まあ、人間ってあんまりいらないんですよね。
だけどその時にもっと根本的な知能とは何かとか意識とか何かとか、人間自分の頭の中で何やってんだろうなっていうことがやっぱりあって、でそれはやっぱりサイエンスの問題というか根源的な問題なんですね。だからそこにはやっぱり人間研究があって、それが AI 研究とやっぱりこうやって寄り添う何かがないと、どっかで AI 研究が行き詰まった時に、さっき言った価値判断ができないよって言った時に、やっぱり我々自身はどうやって価値判断できてるのかなってやっぱり振り返るわけですよね、うん、そういうところで人間研究って重要になってくるんだろうなという、うん、いや僕は逆に小林さんが言ってることの意味が やっと分かった。意識ってどこにあるのかっていうこと、自分でも、うん、なんていうかあんまり重要だと思ってなかったんですよ、うんうん、あの背後に意識がないとあのサイクル回らないと思うんですよ、うん、あ、なるほど。そう、 AI 研究者にとって意識って結構どうでもいいんですよ。そんなの乗ったふりがすりゃできればいいんでしょってなもんで、意識って論文見たってどこにもコンシャスネスなんて書いてあったら大問題になりそうだぐらい誰も関心ないですね、うん、あるのかもしれないけど ないのを装ってますね、うん、やっと僕重要性が分かってきたんで、うん、そうそうそう、そういうことなんで、おお、この部分なんかいい感じのシーンですよね。また、うん、何ですか、アフタートークの一つとして、はいはいはい、あとでそのコメントでもガザニガが出てくるんですけど、これ結構いいことを言ってて、我々自身もでっち上げやるんですよ。だからすみません、今日出てきた、コメントですか、はい、コメントでありました、ね、はい、それまた後の話でいいですか。まあそうですね、ちょっと一旦切ると、はいはい、じゃあそこになった時また言いますかね、はい、はい。